マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたは痩せてもすぐにリバウンド、もうなかなか体重が落ちないなんてことありませんか？そこでこの動画ではリバウンドなしで簡単に痩せる方法がわかるんです。もしあなたがリバウンドなしで確実に綺麗に痩せたいなってお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら。リバウンドなし、痩せるための食事管理方法についてお伝えしていきます。動画の流れはこちらです。1つ目、なぜそもそもリバウンドするんでしょうか。そして2つ目、リバウンドなしで痩せる食事管理方法について詳しくお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜそもそもリバウンドをしてしまうんでしょうか。原因が2つあります。1つ目です。あなたの腸内環境が整っていないからなんですね。イコールデブ菌と呼ばれる悪玉菌の方がたくさんいらっしゃる方っていうのはね、もういくらね、その時に食事制限したり、頑張って運動して痩せたけれども、待っているのはリバウンドです。なぜかというと、根本的な痩せ体質に生まれ変わっていないから戻るのは当然ということなんですよね。もうとっても残念です。そうならないためには、まずはあなたの腸内環境を整えてあげること、もうこれがとっても大事になるんですよね。そうするとあなたの腸内に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが元気いっぱい、種類も多くって元気で、そしていつまでもあなたの腸に住み着いてくれているっていう、この環境づくりがベースになります。ここを無視して痩せようっていうのはね、無理です。そもそも痩せることができないですよね。どうしても腸内環境悪い方っていうのは太るものが食べたくなっちゃう。なぜかというとデブ菌がいるからなんですよ。デブ菌たちが欲しがる餌がイコールあなたが食べたいなって思うものなので、あなたがコントロールできないわけですよね。それは腸内細菌たちが悪いからなんです。なのであなたはダイエット成功したいなって、痩せたら絶対戻るもんかってね、そういう思いでいらっしゃるようであれば、腸内環境を整えることからスタートしましょう。その具体的な方法、解決策を後からお伝えしてまいりますね。では2つ目です。タイミングを間違っているから。これ何のタイミングかと言いますと、お食事をとる時間帯とかね、そのタイミングが間違ってる方っていうのはね、どんなに食事量を減らしたとしても、そんなに食べてないのにね、なんでだろうってないですか？それはあなたがもしかしたら食べている回数とかタイミングが悪いだけかもしれませんよ。そのポイントについても次の項目で詳しくお伝えしていきますね。ではここから2つ目の項目です。リバウンドなしで痩せる食事管理法ということで、ポイント3つにまとめています。1つずつお話ししていきますね。まず1つ目、毎食発酵食品を取りましょうになります。これをされますと痩せます。なぜかというと、あなたの腸内にね、痩せ菌って呼ばれる善玉菌が増えるから、発酵食品の中に一番痩せ菌が含まれているからなんです。ではその発酵食品って、すみかわ先生どんなものがあるんですかっていう質問もよく受けますから、こちらにまとめました。発酵食品はもう簡単なんですよ。和食中心ですよね。お味噌汁だったり、納豆、ぬか漬け、あとキムチ、ヨーグルト、チーズなども発酵している食品になります。でまた食品ではなく調味料、例えば発酵調味料と呼ばれる、お味噌もそうですけども、味噌とか塩麹、醤油麹ですよね。こういった発酵したものを召し上がりますと、あなたの腸内環境が毎食召し上がるたんびにね、整っていくんですよね。なのでデブ菌を少なくして痩せ菌を増やしていく、こういったことが発酵食品で毎日することができるわけですね。では痩せる食事管理法の2つ目はこちら、お体を温めるものを食べたり飲んだりしましょうになります。もうこれだけで代謝が上がるんですよ。例えばもうどんなにね、頑張ってダイエットしてる方であっても、冷たいものをたくさん食べる、飲む、あとはね、お刺身などこう生ものをいっぱい食べる方、フルーツもそうです。それでは生のものばっかり、生野菜もそうですね。冷えます。内臓、腸がとっても冷えてしまうから、動かなくなって代謝が落ちて太るわけです。なのでポイントは、お体を温めるものを
飲んだり食べたりするのがとっても大事になってきます。まあ、例えばお野菜だったら根菜類とか、飲み物であればやはり冷たいものよりもホットドリンクですよね、そういったものを飲んだり食べたりするだけであなたの体温がね上がるですよね。でここはちょっと例えなんですけども、あなたの体温が1度上昇するだけでどんないいことがあるんでしょうか。こちらなんとですね、まあ、運動をしても代謝上がりますけれども、お体の体温1度上がるだけなんとですね 12% も代謝が上がっちゃうんですよね。なのでやっぱりお体が冷えてる方、低体温ですね、例えば36度ないとか、これも大変危険なレベルで、しかもまあ36度台前半でもまだまだ冷えてます。ポイントはやはり生熱がね36度5分以上ある方っていうのはやっぱり代謝が上がる、まあ、イコール体温がお高い方っていうことになりますから、ぜひ体温を測ってみてくださいね。そして体温が1度上がるだけで血流が上がりますから、要はね巡りが良くなるわけですよね。そうすると溜め込んでしまった老廃物、体にとって余計なものを全部デトックスしやすくなるわけですから、これとっても大事ですよ。血液中にね老廃物溜め込む、まあ、腸もそうですけども、すごく良くないです。食べても食べても消化吸収できなかったりとか、もうそもそも悪いものが巡るわけですから、非常に代謝が悪くなりますので、ぜひ体温を上げて血流もアップしていきましょう。そして3つ目、またこれがいいことがあります。なんと免疫力が体温1度上がるだけで 30% もアップします。で今からねもう冬に向けてどんどん寒くなりますよね。で免疫力が落ちてしまうとウイルスに負けてしまうわけです。ですからしっかりと今のうちに基礎体温を上げて免疫力も高くしていきましょう。では食事管理法の最後3つ目はこちら、間食はしないですね。この理由があります。どんなにですね1日トータル、まあ、カロリー計算をして一生懸命考えてですねカロリーをこう低めにとっているとか、まあ、それももちろん大事なんですけども、よくご相談を受けるのが、先生って私そんなにね、まあ、1日トータルで見た時の食事量カロリーそんなにね取ってないんですよねって、なのになんで1キロも痩せないんでしょう、逆に太ってきたっていう方います。それはこちら、間食をしてしまう方はですね、まあ、要するにこうつまみ食いですね、量はないけれども口に運ぶ回数が多い方っていうのは太ります。それはなぜかというと、食べるたびにインスリンというデブホルモンが出るようになっています、私たちって。なので少量であったとしても、例えば女性だったらそうですね、お料理準備するときにちょっとねつまみ食いってしませんか、どんな味になったかなとか、ちょっと食べようかなとか、パク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 そのちょこ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 口に運ぶ方っていうのは太っちゃうんですよね。だってそのためにインスリンが出る回数を増やしてるわけですから太ります。逆にもう食べる食べないっていうこのはっきりとね分けることです。食事の時間が終わったら次の食事まで一切口にしない、これだけでねしっかり食べた方が痩せます。なぜかというとインスリンが出る回数が非常に少ないからですよね。なので同じカロリーだったとしても1日に2回もしくは3回に分けて食べる方と、10回ちょこ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 もうまんべんなくですね常に食べてるみたいな方は後者、食べる回数が増えてる方の方が太りますよ。なぜかというと理由は先ほどお伝えした通り、デブホルモンを何回も何回も出すからですよね。ですのでしっかりと食べてもいいんですが回数が問題ですよということ、そういった食事管理をされることであなたはね本当にねもう根本的な痩せ体質に生まれ変わることができて、しかも確実にリバウンドなしで痩せることができるんです。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、リバウンドなしで痩せるために必要な食事管理法ということでポイント3つお伝えしましたね。全て大事な項目になりますから、ぜひできるところから取り組んでみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。